メール来ています。ラジオネーム黒羊 FM 群馬、はい、有吉さん、今日はゴールデンウィーク最終日で多くの人が聞いているのを意識しているのか、英語のレッスンまでしてくださってますね。先ほどの例文ですが、翻訳アプリを使いましたが、トモヒロはビッグスクーター乗りです。トモヒロ is a big scooter is トモヒロ is a big scooter listスクーターリスト、スクーターリストなんてのあるんですか。このようになりました。中高生勉強になりますよね。よくわからないけどね。いやでもやっぱトモヒロって言われるのがもうちょっと恥ずかしいです。トモヒロイズっていうのがね。脇トモヒロ。いや脇トモヒロもっと太ったの。脇トモヒロ君と一緒でしょ名前。いやまあトモヒロ一緒ですね。脇トモヒロ君、関トモヒロ。いやよく出てきましたね脇トモヒロさん。まあ似たような体型で意識はしてますよ。金髪のね、極戦の、はい、極戦に出てくるデブの内山君的存在、はいはいはい、脇智弘さん脇智弘、いやがっかりした覚えあります、うん、名前一緒だなっていうそれすぐ出るからなんか関と類似したタレントすぐ出てくる、いや勘弁してください脇智弘やめてください関智弘トモヒロたちはビッグスクーター乗りです。いや、ワキさんもなんか乗ってそうじゃないですか雰囲気。また翻訳しちゃいますから。いや翻訳されるからもうやめてちゃうから。落ちないですから。耐水ペーパー。A lot of Tomohiro crazy big scooter riders 。たくさんのトモヒロたちをクレイジーなビッグスクーター乗りですどういうことよ意味が分かんないMr. Yoshikawa's wife is hamburger やめてよ Yoshikawa さんの奥さんはハンバーガーです。違うって思い切った英文あげとこう。やめてくださいってハンバーガーじゃないゲスゾー FM 群馬Tomohiro is now die has been riding a big scooter in hell. Tomohiro は死にました。今は地獄でビッグスクーターに乗っています。なんだよアリスタ関さん地獄でビッグスクーター乗ってる。いや持ってかねえよ。ああゲソクソもう恥ずかしい。やめてこの翻訳。ラジオネームダルシャスケシンFM 宮崎。難しい。 What does Tomohiro ask if I go to Ring a HutWith a big scooter. 何分かんないんだよ。友博はビッグスクーターでリンガーハットに行ったら何を頼むのですか。頼む。そんなもん。いやちゃんぽんかサラうどんしかないだろあそこ。どっちかだよ。選択肢がない。何この英文。トモヒロイング勘弁してくださいよ。恥ずかしい。いや面白かったこう言うんだ英語だと。ちょっとメールまだ来てます。もうちょっと面白いからこれはあのパンはあげないけど面白すぎるからちょっと、ね、一応ラジオネーム大みじ快速 FM シュガー。 Most of Tomohiro in JapanMost of Tomohiro in Japan are death by big scooter trouble. 日本にいる大半のトモヒロはビッグスクーター事故で死にました。いやなんだよだトモヒロそんないないんだよ。マキ君か俺なんだよ。何この文いつ使うんだよこれもう一枚ぐらい読んでくるかな。じゃラジオネーム、ラッコフェスティバル。アンツハンバーガー is developing NL. アンツハンバーガー is developing NL. 何ハンバーグおばさんはアナルを開発されています。やめてよもうちょっとそんな文送んないでくださいよ。ハンバーガーシリーズいらないですからもう。ラジオネームラッコフェスティバル。ゾンビ is thrusting his arms in Tomohiro's NL. ゾンビ is
thrusting his arms in Tomohiro's anal. どういうこと？ Tomohiro のアナルにゾンビが腕を突っ込んでいます。どんな教科書ですかこれ。さあ、ちょっと今日はちょっとね、はい、そういう日なのかな、ちょっと英語の勉強が随分きますね。逆に翻訳ブームになっちゃいました、ね、一個も覚えてないよ。ラジオネームしおりんご FM 大分。Tomohiro has a big scooter tattoo on his back. Tomohiro has a big scooter tattoo on his back. どういうこと？ Tomohiro は背中にビッグスクーターの入れ墨があります。入れるか、そうなんだ。いや、どんだけ好きでも。それは好きすぎでしょ。いや、恥ずかしいですよ。きちゃん。ビッグスクーターにビッグスクーターの絵を載せてんならわかるけど。いや、それもちょっと奇抜ですって。デコトラじゃないですから、そんな。絵を入れるとかあんまないんですよ。ラジオネーム、ダマシアスケシン。FM 宮崎。Does Tomohiro sleep well on the day?Before riding a big scooter. Does Tomohiro sleep well on the day before riding a big scooter? Tomohiro はビッグスクーターに乗る前の日はよく眠れていますか？興奮してないかってこと？するか。眠れてる？いや寝てますよ。大丈夫？いや毎日が納車の日じゃないんだから。もう4、5年乗ってんすよこっちは。初日だけ。初日はテンション上がったけど。ラジオネーム、そしてまた福島 FM。ともひろ。シュート。ともひろ。Should not ride a big scooter and eat American dog in a 7-Eleven. 長い。Tomohiro should not ride a big scooter and eat American dog in a 7-Eleven. Tomohiro はビッグスクーターに乗って7-Elevenの前でアメリカンドッグを食べないでください。くださいって何よ。食べないでくださいって何よ。もういや食ってっからだよ。いや食っていいじゃないですか。自分の金で食ってるんですから別に。それはいいでしょ。切って降りて。いや降りますよ。エンジンボボボボボボ。止めます止めます。若い子たちにビッグスクーターいいだろって見せないでよ。恥ずかしいから。しないよ。そんなに暇じゃないですよ。いやちょっと思いがけないね。はい。トモヒロのビッグスクーター。すいませんです。そっからちょっと。ね。いいんだけどね。はい。まあまあまあ。いいんだけど、まあ。ちょっとね。まあ、そうですね。乗ってる、自分かっこいいって思ってるの、ちょっとやっぱ気づいてほしかったから、そんなことないよって、かっこよくはないよって。うん、まあ、そうですね、うん。これだけ言われるってことはやっぱちょっと違うことしたのかなっていうのは。ちょっとだからみんなもちょっとなんかね。はい。アドバイスくれてます。ラジオネーム、ジャスタウェイ、FM 群馬。トモヒロ Go home while taking a big scooter. Explode on the way back. Tomohiro goes home while taking a big scooter. Explode on the way back. Tomohiro はビッグスクーターに乗って家に帰ります。帰りに爆発します。Explode じゃないか。Explode そういうことか。気をつけろ。いや気をつけろじゃない。ラジオネームチェリーマン FM サイン。As a result of having sex with a big scooter, ビッグスクーターだよ。It is Tomohiro without expansion, exception.As a result of having sex with a big scooter, it is Tomohiro without exception. ビッグスクーターとセックスした結果生まれるのは例外なく Tomohiro です。なんか間違ってるって文法。どうやってどういうことなんだろう。グールという人だけどね、まあちょっと人間とグールがそのセックスした場合はほとんどがまあ子供は生まれないんだけど、まれに例外で
生まれてくるんですよ、はあ、まあハングールみたいなもん、赤眼のグールが生まれてくる、片目が赤いグールが生まれてくる、それと一緒ですよ、だから、はい、ビッグスクーターとセックスした結果生まれてくるのは、はい、まあなかなか稀なことですけれども例外なく智弘です。その前の部分ビッグスクーターとセックスするっていうのがよく分かってないです僕。どうするかな、はい、影武者の影武者福島 FM 智弘と友博 took big scooter and went to Ringer Hut but because it was a regular holiday they, he went to Hidaka store 友博はビッグスクーターに乗ってリンガーハットに行ったが定休日だったので日高屋に行った。別に構わないだろ。あるだろそういうことも。それはあるだろ別に。生きがんなよ。いやもうなんで英語にする。英語にしないでくれよもう。恥ずかしい。恥ずかしいから。なんだろう。ということで今日もビッグスクーターで帰りますね。今日帰ります。はい。なんか全然募集してないんだけど、なんか、はあ、トモヒロイングリッシュのコーナーっていうのになんかいっぱいメール来てるみたいなんで、ね、ちょっとだけ、いやちょっとね、もう飽きるかもしれませんけど、はい、ちょっと一応勉強しましょうか。はあ、ラジオネーム、地底の人生。After blowing up the FBI, headquarters, トモヒロ fled to Mexico on a big scooter. え？FBI 本部を爆破した後、智弘はビッグスクーターに乗りメキシコへ逃げました。何やってんのお前。いやいや、お前じゃないんですよ。こんな使わないんだよな。ここに来る文章ってほとんど。あ、勉強なの。難しい言葉知ってんなみんな。俺も英語がちょっと苦手なんだけどな。ラジオネームマザーズミルク。智弘 likes the big scooter and thrust the dick into the muffler, but it is melting. ともひろは好きが高じてビッグスクーターのマフラーにチンコを突っ込んでいるのですが、チンコは溶けています。何言ってんだ。いやもう全然わからないよ。何言ってるんだよ。ラジオのチェリーマン。ともひろloves big scooter, but the big scooter does not care about that. ともひろはビッグスクーターを愛していますが、うん、ビッグスクーターはそのことをよく思っていません。そうしそうやではないよね。なんか外国っぽい考え方。20年、モヨコレート。ともひろ does not stop converting a scooter.into big scooter even if he violates the law. ともひろはたとえ法に触れても、はい、原付きをビッグスクーターに改造することをやめません。やめませんじゃない。何言ってんの。もうちょっと使えるやつ。ラジオネームフランスパンマン。ともひろ did to become a big scooter. ともひろはビッグスクーターになるために死にました。どういう状態なんですかこれ。ともひろがダメだ。ともひろが面白いんだよな。まあこれどうしようかな。まあいいか。それぐらいにしましょうかね。はい。ちょっと一応もうちょっとだからこれやっとこうか。ともひろいる時だけしかできないから。ともひろいる時は大丈夫ですよ。ともひろイングリッシュ送ってくる奴らがいるから。ともひろイングリッシュ。ラジオネームさくらんぼ男。ともひろ is always on a big scooter. Breakfast is a hamburger. ともひろはビッグスクーターに乗る日の朝食は必ずハンバーガーです。バカだな俺。結構乗りますけどね毎日。ラジオネーム給湯流。ともひろ is eating the doubtful plant he grows at his home while speaking to a big scooter. 難しいの入れすぎないでよちょっと。ともひろは
自宅で育てている怪しい植物を食べながら、うん、ビッグスクーターに話しかけています。アウトのやつですよね。やめた方がいいよ。愛車みたいなことですかね。ちょうどいいね。もうこれで打ち止めだなっていうぐらいちょうどいい感じです。はい、はい、ラジオネームクラウンマジェスティン。ともひろロースト・ザ・キンズニー in exchange for the big scooter。 ともひろはビッグスクーターと引き換えに腎臓を失いました。何があったんだよ。何で買ってんだよお前は。ジオネーム夜嫌いの夜行性。ともひろ is placed to be licked by puppy in a park. Where did the big scooter go? ともひろは公園で子犬に金玉を舐められて喜んでいます。ビッグスクーターはどこへ行ったのでしょうか。知らないよ。以上。ともひろ goes home while talking a big scooter. おかしいな。explode on the way back. ともひろはビッグスクーターに乗って家に帰ります。うん、帰りに爆発します。何が explode。explode じゃない。explode。そういうことか。気をつけろ。気をつけろじゃない。ラジオネームチェリーマン。FM サイン。As a result of having sex with a big scooter, big scooter it is Tomohiro without expansion, exception. As a result of having sex with a big scooter, it is Tomohiro without exception. ビッグスクーターとセックスした結果生まれるのは例外なく、トモヒロです。なんでよ、なんか間違ってるって文法。どうやって、どういうことですか。だから、グールと一緒だけどね、まあちょっと、人間とグールがその、セックスした場合は、ほとんどが、まあ、子供は生まれないんだけど、まれに例外で生まれてくるんですよ。はあ、まあ、ハングールみたいなもん。赤眼のグールが生まれてくる。片目が赤いグールが生まれてくる。それと一緒ですよ。だから、はい、ビッグスクーターとセックスした結果生まれてくるのは、はい、まあ、なかなか稀なことですけれども、例外なくトモヒロです。その前の部分、ビッグスクーターとセックスするっていうのがよく分かってないです、僕。どうしたかな。はい、影武者の影武者、福島 FM。トモヒロと、トモヒロ took big scooter and went to Ringer Hut.But because it was a regular holiday, they, he went to Hidaka store. Tomohiro はビッグスクーターに乗ってリンガーハットに行ったが、定休日だったので、日高屋に行った。別に構わないだろ。あるだろ、そういうことも。それはあるだろ、別に。生きがんなよ。いや、もうなんで英語にするんですか。英語にしないでくれよ、もう。恥ずかしい。恥ずかしいから。なんだろう。ということで、今日もビッグスクーターで帰りますよ。今日帰ります。はい。なんか全然募集してないんだけど、なんか、ともひろイングリッシュのコーナーっていうのに、なんかいっぱい、なんか、来てるみたいなんで、ね、ちょっとだけ、いや、ちょっとね、もう飽きるかもしれませんけど、はい、一応勉強しましょうか。はい、ラジオネーム、地底の人生。After blowing up the FBI, headquarters, ともひろ fled to メキシコ、それと一緒ですよ。だから、はい、ビッグスクーターとセックスした結果生まれてくるのは、はい、まあ、なかなか稀なことですけれども、例外なくトモヒロです。その前の部分、ビッグスクーターとセックスするっていうのがよく分かってないです、僕。どうしたかな、はい、影武者の影武者、福島 FM。 トモヒロトモヒロ took big scooter and went to Ringer Hut.But because it was a regular holiday, he went to Hidaka store.
智弘はビッグスクーターに乗ってリンガーハットに行ったが定休日だったので日高屋に行った。別に構わないだろ。あるだろそういうことも。それはあるだろ別に。生きがんなよ。いやもう何で英語にする。英語にしないでくれよもう。恥ずかしい。恥ずかしいから。なんだろう。ということで今日もビッグスクーターで帰ります、ね、今日帰ります。はい、なんか全然募集してないんだけど、なんか、ともひろイングリッシュのコーナーっていうのも、なんかいっぱい、なんか、来てるみたいなんで、ちょっとだけ、ちょっとね、もう飽きるかもしれませんけど、ちょっと一応勉強しましょうか。ラジオネーム、地底の人生。After blowing up the FBI, headquarters, ともひろ fled to Mexico on a big scooter. え？FBI 本部を爆破した後、智弘はビッグスクーターに乗りメキシコへ逃げました。何やってんのお前。いやいや、お前じゃないんですよ。こんな使わないんだよな。ここに来る文章ってほとんど。勉強なの。難しい言葉知ってんなみんな。俺も英語がちょっと苦手なんだけどな。ラジオネームマザーズミルク。智弘 likes the big scooter.And thrust the dick into the muffler, but it is melting. ともひろは好きが高じてビッグスクーターのマフラーにチンコを突っ込んでいるのですが、チンコは溶けています。何言ってんだ。いやもう全然わからないよ。何言ってるんだよ。ラジオネームチェリーマン。ともひろloves big scooter, but the big scooter does not care about that. ともひろはビッグスクーターを愛していますが、ビッグスクーターはそのことをよく思っていません。そうしそうやではないよね。なんか外国っぽい考え方。残念。いや、10年、モヨコレート。ともひろ does not stop come L とかあんまないんですよ。ラジオネームだましやすけしん。FM 宮崎。Does Tomohiro sleep well on the day before riding a big scooter? Does Tomohiro sleep well on the day before riding a big scooter? Tomohiro はビッグスクーターに乗る前の日はよく眠れていますか？してないかってこと。するか。眠れてる。いや寝てますよ。大丈夫。いや毎日が納車の日じゃないんだから。もう仕事に乗ってんぞこっちは。初日だけ。初日はテンション上がったけど。ラジオネーム、そしてまた福島 FM。 ともひろシュートともひろ should not ride a big scooter and eat American dog in a 7-Eleven. ともひろ should not ride a big scooter and eat American dog in a 7-Eleven. ともひろはビッグスクーターに乗って 7-Eleven の前でアメリカンドッグを食べないでください。くださいって何よ。食べないでくださいって何よ。もう、いや、食ってっからだよ。いや、そう、食っていいじゃないですか。自分の場で食ってるんですから、別に。食料にいいでしょ。切って、降りて。いや、降りますよ、それ。エンジン、ボボボボボボ。止めます、止めます。若い子たちにビッグスクーターいいだろうって見てないでよ。恥ずかしいから。しないよ。そんなに暇じゃないですよ。いや、ちょっと思いがけないね。はい。ともひろのビッグスクーター。すいませんです。そっからちょっと。ね。いいんだけどね。はい、まあまあまあ、いいんだけど、まあ。ちょっとね。まあ、そうっすね。乗ってる、自分かっこいいって思ってるの、ちょっとやっぱ気づいてほしかったから、そんなことないよって、かっこよくはないよって。うん、まあ、そうっすね、うん。これだけ言われるってことはやっぱちょっと違うことしたのかなっていうのは。ちょっとだからみんなもちょっとなんかね。はい。アドバイスくれてます。ラジオネーム、ジャスタウェイ、FM 群馬。ともひろGo home. While taking a big scooter, explode on the way back.
ともひろが、ともひろ goes home while talking a big scooter. おかしいな。explode on the way back. ともひろは、ビッグスクーターに乗って、家に帰ります。うん、帰りに、爆発します。何が explode。explode じゃないか。explode! そういうことか。気をつけろよ。気をつけろよじゃない。ラジオネーム、チェリーマン。FM サイン。FM。ともひろ、ともひろ took big scooter and went to Lingerhut. But because it was a regular holiday, he went to Hidaka store. ともひろはビッグスクーターに乗ってリンガーハットに行ったが、定休日だったので、日高屋に行った。別に構わないだろ。あるだろ、そういうことも。それはあるだろ、別に。生きがんなよ。いや、もう、なんで英語にする。英語にしないでくれよ、もう。恥ずかしい。恥ずかしいから。なんだろう。ということで、今日もビッグスクーターで帰りますよ。今日帰ります。はい。なんか全然募集してないんだけど、なんか、ともひろイングリッシュのコーナーっていうのに、なんかいっぱい、なんかメール来てるみたいなんで、ね、ちょっとだけ、いや、ちょっとね、もう飽きるかもしれませんけど、はい、ちょっと一応勉強しましょうか。はあ、ラジオネーム、地底の人生。After blowing up the FBI, headquarters, ともひろ fled to Mexico on a big scooter. え？FBI 本部を爆破した後、ともひろはビッグスクーターに乗りメキシコへ逃げました。何やってんのお前。いやいや、お前じゃないんですよ。こんな使わないんだよな。ここに来る文章ってほとんど。勉強なの。難しい言葉知ってんな、みんな。俺も英語がちょっと苦手なんだけどな。ラジオネーム、マザーズミルク。ともひろ likes the big scooter.And thrust the dick into the muffler, but it is nothing. ともひろは好きが高じてビッグスクーターのマフラーにチンコを突っ込んでいるのですが、チンコは溶けています。何言ってるんだ。いやもう全然わからないよ。何言ってるんだよ。ラジオネームチェリーマン。ともひろloves big scooter, but the big scooter does not care about that. ともひろはビッグスクーターを愛していますが、ビッグスクーターはそのことをよく思っていません。そうしそうやではないね。なんか外国っぽい考え方。もよこレート。ともひろ does not stop converting a scooterinto big scooter, even if he violates the law. ともひろは